これによって何が変わるのかといいますと、基本的にアマチュアは企業などに所属してお給料をもらうのに対し、プロになりますと自力でスポンサーを探したり練習場の確保が必要になります。またアマチュアは個人の活動は制限されますが、プロはテレビ、CM、イベントへの出演が自由となるわけです。スポーツ選手のプロ化というのはこういった個人だけには限りません。例えば23年前に開幕したプロのサッカーリーグ J リーグですとか、今年9月には男子バスケットボールのプロリーグ B リーグがスタートしました。またバレーボールでも2018年のプロ化を目指してスーパーリーグの